はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。暑い日が続いてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんなね、暑い日でもまだまだお庭に植えたりとか、プランターでこれから植えて育てられる夏に強いお花っていうのがまだまだたくさんあります。今日はそんなね、素敵な夏を彩るお花たち、鉢植えたちをのベスト10をね、皆さんにお伝えしたいと思います。ではね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、ではまず第10位から発表したいと思います。第10位はトレニアです。はい、このトレニアはですね、だいたい7月の下旬ぐらいまでね、植えることができ、10月の下旬ぐらいまで楽しむことができます。紫の花びらがね、とっても美しい印象のあるトレニアですけれども、まあ、実際に色はね、赤、白、ピンクと、あとまあ紫っていうふうにいろいろな色があります。病気や害虫にもちろん、そして暑さに強く育てやすい夏の花なんですが、なんかね、すごくこう、ものすごく暑すぎる日、夏ってあるじゃないですか。そういう時だけちょっとね、傷んでしまうことがあったんですね、前に。なので今回は、まあ、10位、トップ10には入ってますけど、10位にさせていただきました。本当にね、美しくてね、育てやすい花なんで、ぜひ皆さん植えてみてください。はい、続きまして、第9位の発表です。第9位は、日々草。って思ってる人がいると思います。日々草、9位なのって思ってる人が いらっしゃると思うんですけれども、日々草ってね、もうほんとこう真夏にね、こう植えても全然大丈夫なイメージがあるじゃないですか。ただ、まあ、ほんとこう綺麗でね、もちろん綺麗な花をたくさん咲かしてくれるんですけれども、もう皆さんも多分経験あると思うんですが、あの子たちはですね、ちょっとジメジメすぎる時がダメなんですよね。まあ、もちろんね、私たちはうまくやってますよって人がたくさんいらっしゃると思いますけど、まあ、ある程度こう植えてね、放置しときたいじゃないですか、やっぱりね。もう毎日こう手入れできる方は本当にこう綺麗にずっと探していくんですけれども、まあ、ちょっとね、やっぱり毎日はそういう手入れできないよって人たちにとってはですね、ちょっとこう梅雨のジメジメとかで、下の方が腐ってしまったりとか、あとね、立ち枯れ病があるんですね。いきなりポンとこう枯れちゃうやつですね。もうあれ、連鎖反応を起こすんで、あれになったらもう抜いていかなきゃいけないんですね。ただまあちょっと気づかないと、ほんとポンポンポンと枯れていってしまうんで、まあ、とかくやっぱりこう、日にそうね、たくさん植えると、あの立ち枯れ病にならなかった年がないんで、そういう意味ではね、すごく綺麗な花を咲かしてくれるんですけれども、まあ、今回はね、ちょっと第9位あたりということになってしまいました。ただね、もちろんベスト10に入る素敵な花なんで、赤とかね、ピンクとか白とか、まあ、赤とピンクともちょっと微妙に違うんですよ。真っ赤ではないんですけど、ちょっと濃い赤とピンクと白みたいなね、そういう色がもうもちろんあって、すごく可愛い花をたくさん咲かしてくれるんで、ぜひね、皆さんも植えてみてください。はい、はい、続きまして第8位はサルビア。はい、もうね、みんな大好きサルビアです。とにかく種類が多いですね。全部で5000以上あるらしいです。もうほんとこう、僕もサルビアって多分ね、いっぱいありすぎて、もう専門家の方はね、全部わかるよっていう人ももちろんいるでしょうし、お前そんなことわかんねえのかよと思ってる人も多分今いらっしゃると思うんですけど、いや、僕なんかでもやっぱり全部はわかんないですね、サルビアはね。エメッセージですね。ハーブ系の植物なんですけれども、もちろんね、暑さに強くて、もうね、性質もいいんですよ、とってもね。で、もちろんこうハーブなんで、すごいね、いい香りもしますね。色も赤、白、ピンク、紫とあって、でも開花もやっぱり11月ぐらいまで開花してくれるんで、とってもね、良いお花です。で、植え付けも、まあ、6月ぐらいまでとは、文献には書いてありますけど、
まあ、僕の経験上7月ぐらいまで植えても全然大丈夫なんで、まだまだいけます。サルビアはもう大好きな人は本当大好きですよね。なので、まあ、香りもね、本当こうハーブ系なんで香りもいいですし、ぜひね、やっぱね、いろいろとこう見るだけではなくていろいろと楽しみたいなっていう人はサルビアとってもいいと思います。まあ、5000もあるんで種類が、まあ、とにかくハマったら大変ですね。集め出しちゃったら大変です。はい、本当マニアがいる植物です。すいません、マニアの方には申し訳ありません。第8位に僕はしてしまいました。はい、はい、続きまして第7位はジニア。はい、もう毎回これやるのもちょっと大変なんですけど、ジニアはですね、別名百日草っていうぐらい、まあ、100日間咲きますよって言われてるぐらいよく持ちます。もう本当にこう色も赤、白、ピンク、オレンジ、黄色でね、もういろんな色があります。とてもね可愛いお花ですね。でもちろんね、こう植え付けも7月まで全然問題なく植えられますし、でお花も11月まで咲いてくれます。本当長く咲き続けてくれて、育てやすくて暑さにも強い、とっても素敵な植物です。もうねこのぐらいからもう欠点ないんですよ、はっきり言って。もう僕の中のこう主観と僕の植えてきた経験上、とってもこう育てやすいのはどっちかなって考えていて、今百日草、まあ、ジニアは7位にさせていただきましたけど、まあ、もちろんね、ここから先の順位って僕の主観なんで、多分ここから先の順位はもう好きな人だったらジニアが1位っていう人もいるでしょうし、もうバラバラだと思いますけど、もう本当こう可愛いお花が咲く植物です。ぜひ皆さんも育ててみてください。まだまだいけます。いってみよう。はい、続きまして第6位はペンタス。ペンタスはですね、花びらが星形ですね。で暑さに強くて夏の直射日光の下でも元気にすくすくと育ってくれます。もう何でしょうね、ちょっとこうあの星形にこう憧れてしまいますね、どうしてもね。なんとも言えない可愛さがあります。色も赤、白、ピンク、紫とあって、やっぱりこの植物も11月ぐらいまでお花を咲かせてくれますので、ね、とっても可愛くてとても長持ちする植物です。で植え付けもまあ大体6月までに植えてくださいねって文献には書いてありますけど、7月でも全然大丈夫なので、皆さんね、こう可愛いの好きな人はとってもいいと思います。僕可愛いの好きなんですよ。なのでぜひ皆さんも可愛いの好きな人は植えてみてください。とっても可愛い花です、星形の。はい、保証します。続きまして第5位の発表です。第5位はポーチュラカ。ここで出ましたポーチュラカです。もうね、すごいこうカラフルなイメージがありませんか。ちっちゃい、とにかくちっちゃい花がたくさんいっぱい咲くカラフルなイメージがありますよね。あの子はね、こう地表をね、こう這うようにどんどん増えていきます。別名花すべりヒューっていうね、別名があります。まあこう花すべりって、まあ、要するにどん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 こう伸びていくっていうようなイメージですよね。はい、なんでしょうね、松葉ボタンとかの仲間なんですよね、あれね。こうどんどんこう つるっていうか、こう伸びていくんですよね、とにかく。だから地表をね、こうカバーしてくれる植物にも使われますね。とにかくもう、なんでしょうね、ちっちゃい花がたくさん咲きます。だからあれはね、もう いろんな色の花が咲くじゃないですか。だからあれはもうほんと好きでしょうね。僕は好きです、可愛い花。はい、続きまして第4位の発表です。第4位はセンチコ。
はい、ここに入ってきました千日紅です。めっちゃくちゃ可愛い花ですね。丸っこい花が咲くんですよ。本当に丸くて可愛い花が咲くんです。赤、白、ピンク、紫、まあ赤紫的な感じの、あでも紫、あまあ紫だな、はい。もうとにかくね、やっぱり11月頃まで咲き続ける夏の花です。もうね、切り花でもね流通してます。千日紅は、まあ、これの一種でストロベリーフィールドとかね、そういうのもありますよね。とにかく可愛いんですよ。で、植え付けも8月まで植えられます、この子は。なのでもうまだまだ全然間に合うね、可愛いお花です。はい、続きまして第3位はあいみょん。あ、間違えた、マリーゴールド。はい、まさに今年大流行してます、あいみょんのおかげです。マリーゴールドの植物検索しようと思ってマリーゴールドって入れるとですね、もう全部あいみょんです。はい、もうそのぐらいこうあいみょんで、まあもともとにね、大有名な、人気のあるお花でしたけど、あいみょんの歌で大ブレイクしてます、マリーゴールドです。もう一気に知名度上がりましたね。筒状なんですよ、花がね。なんて言うのかな、中はこう空洞になってるというか、茎触るとペコペコしてるんですよね。そしてオレンジとか黄色の花びらが密集して咲く、もう夏の花です。もう丸っこい、まあ、ちょっとねちっちゃい花ではないんですけど、大きい丸い花ですね。とにかく日光この強い日差しに強くて負けないんですね。とっても遠目から見てもドーンとこうインパクトのある華やかな花たちです。本当にもうこうビタミンカラー大好きな人たちはですね、ものすごい大好きだと思います。またねこの香りがすごくいいんですよ、マリーゴールドがね。でね、根からね害虫を寄せ付けない成分を出してるんですって。害虫対策になるんで、だから他の植物と一緒にマリーゴールドを植えるっていうね、のもあります。そういうもうなんですよね、可愛い木で華やかだけじゃなくて、なんと、害虫からも他の植物まで守ってしまう素晴らしい植物です。続きまして第2位です。第2位はエンパチャンス。第2位はエンパチャンスです。アフリカホウセンカって言われるお花ですね。まあ、これね、エンパチャンスって実は多年草だって皆さん知ってました？多年草なんですって、あれ。なんで僕がこんなこと言うかというと、絶対、夏が終わると、まあ、インパチェンスってすごく、11月ぐらいまで咲くんですよ。11月ぐらいまで咲くんですけど、12月ぐらいになるとこう耐えちゃうんで、完全にこう一年草なんだろうなと思ってたら、あれは多年草なんですって。まあ、要するに冬に弱いから冬は耐えちゃうらしいですね。だからまあその一年草としてとってもその冬に耐えちゃうことが、なんでしょうね、次の植物をこう植えられるからいいって言ってる人もいます。はい、そのくらいこう冬には弱いんですけど、その分夏にはめっぽう強いインパチェンスなんで、もうこれからもう本当秋ぐらいまでね、ずっとインパチェンスで楽しめます。もうなんでしょうね、で色も赤、白、ピンク、オレンジとあって、とってもこう可愛くて華やかなお花たちが本当お庭を彩ってくれます。ただね、この子たち水枯れするともうなんでしょうね、見た瞬間にあもうダメなんじゃないかと思うぐらいグデグデになっちゃうんですよ。なんですけど、そっからお水あげるとシャキッと、もう全部シャキッって上がってこないのないんですよね。普通あのぐらいグデグデになっちゃうと、もうほんとグッデグデなんですよ。もうダメみたいな、もうダメみたいな感じになってんですけど、それが水あげた瞬間シャキーンですからね。もうそのぐらいね、やっぱ強いんですよね。
真夏でもグデシャキグデシャキって感じなんで、まあ、とにかく可愛くて強いお花です。はい、皆さんの気になる第1位の発表です。第1位はペチュニア。ペチュニア、ペチュニア、ペチュニアです。まあ皆さん納得じゃないですか。納得ですよね。はい、はい、みんなもう大好き、誰でも知ってるペチュニアですね。まあ春から晩秋まで開花してしまうものすごく優れたカラフルなお花たちです。もうね、品種改良が盛んで、とにかくいろいろと選べます。もういろんな種類出てます。もうほんと色もいろんな色出てます。まあその中の一つにサフィアなんかもありますけど、もうとにかく夏の日差しや乾燥に強くて、もうつるってこう、ね、つるっていうかこうダーッと伸びていくんですよね。よく上の高いところから上にからダーッとこう垂らして咲かしてる人もいますよね。お花のカーテンみたいな感じでね、ハンギングにしてもいいし、普通にこうプランターに植えてもいいし、お庭に植えてもいいし、何してもいいんですよこの子たちは。でも11月ぐらいまで咲いても、色も赤白ピンク黄色紫とか、ね、青とか、とにかくいろんな色あります。ない色ないんじゃないかぐらいあります。はい、もうやっぱりもう納得の1位だと思いますね。はい、さっきもちょっと言いましたけど、サフィニアの方がまあ改良されていろいろとこう強さもあるんですけど、でもやっぱり人気はペチュニア人気ですかね。何でもやっぱペチュニアが出てきますね。はい、ということで、やっぱこれからもまだまだ植えられますペチュニアです。ぜひ皆さんもお庭に植えてみてください。では今日は、まあ、僕の主観になりますけれども、これからでも植えられる鉢花トップ10を皆さんにお伝えしました。ぜひね、この中に皆さんが気に入ったものどれか一つ必ずあると思いますので、それを買ってきて植えてみてください。はい、ではこの動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。でチャンネル登録者もどんどん増えてね、とっても励みになってますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。皆さんのためになる動画どんどん出していきます。はい、ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。ペチュニア。